本市の補助金に関して説明します。先行地域の方限定で、他の地区よりも補助額が上乗せされる制度になっているため、その部分を重点的に説明します。まず、自己所有型、初期投資0円型、どちらも補助金を活用できます。自己所有型の場合は、個人に交付。初期投資0円型の場合は、事業者に補助金が交付されます。事業者に交付された補助金は、 その分がサービス料金から引かれる形で皆様に還元されます。初期投資0円型の場合は申請も事業者が行います。また、補助額についてはフィット制度を活用するかどうかによって異なります。フィット制度というのは電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。年々安くなってきている売電価格ですが、現在の価格は16円です。 対照的に FIT の認定を申請しない電気は非 FIT 電気と呼ばれ自分で電力会社を選んで売店することが可能です今回補助の対象になるのは太陽光を新たに設置すす。る方です基本額は宇都宮市のどの地域でももらえる補助金ですがこの地域限定でもらえる加算分を利用する場合は FIT の認定を受けない非 FIT を選択していただく必要があります また、ヒフィッタの場合は、市が認定する余った電気を市内で使う事業者に売電の手続きを行っていただく必要があります。また、蓄電池については、太陽光と同時に設置する場合、宇都宮市のどの地域でももらえる2万円の補助金にプラスして、5.16万円の補助金を活用できます。まずは太陽光だけを設置して、後から蓄電池を設置する場合は、 基本額2万円のみのみ補,補助金の申請スケジュールについて先行地域限定の加算補助を受ける場合は工事の前に一度申請していただく必要がありますまた補助自体は令和9年度まで継続される予定ですが支払いは年度ごとに区切る必要があります事前の交付申請が10月末まで 工事を終了し、実績報告という書類を提出いただくのが12月末までとなっておりますので、工事のスケジュールを検討する際は、設備事業者様とご相談の上申請をお願いいたします。